大阪府第12区は日本の衆議院議員総選挙における選挙区。1994年の公職選挙法改正で設置。1994年公職選挙法改正以降の区域は以下のようである。中選挙区制度時代は9 7区に属していた。小選挙区制度導入以降、第47回衆議院議員総選挙までは、 自由民主党の北側や石松と次男の北側、友勝と野党系のタルトコンジによる争いが続いていた。第43回衆議院議員総選挙以降は、結果が公認政党の支持率に左右される傾向にある。第46回衆議院議員総選挙では、日本維新の会が大阪府下の小選挙区のうち公明党と選挙協力している。 選挙区以外で唯一候補者を擁立せず、みんなの党の候補を推薦するに止まった、小選挙区である。当時日本維新の会の躍進が目立つ大阪府下では、2区及び7区とともに数少ない自民党が議席を持つ、小選挙区でもあった。なお、同選挙において、自民党に敗北した、民主党議員はどちらも、総選挙時の内閣の閣僚であった。 第47回衆議院議員総選挙では、日本維新の会が分闘して発足した維新の党が、候補者を擁立するものの、急な衆議院解散であったことから落下参考補となり、タルトコと票が分散かつ友倒れとなり北側、友勝が当選した。第48回衆議院議員総選挙では、解散直前に、 希望の党が決闘され、民進党離党後無所属で活動していたタルトコと出馬予定であった自由党新人が希望の党に公認申請を行った。しかし希望の党は日本維新の会との間で候補者調整に合意し、大阪府下の小選挙区に候補者を擁立しない方針を決めたためタルトコは比例近畿ブロック単独1位の候補となり自由党新人は 神奈川県第11区に国替え出馬となった。当選局では北側が日本維新の会の藤田文武らを破り当選した。2018年12月に北側友勝が死去したため、翌2019年4月21日の第19回統一地方選挙の後半日程で補欠選挙が行われた。補欠選挙自体は当選局では初めてであり、 大阪府下では2006年の休区以来13年ぶりとなった。自民党は北川智勝の老いの北川新平を擁立。旧規模の東海党後、無所属となったタルトこと、日本共産党の衆議院議員であった宮本武がそれぞれ議員辞職の上、無所属で立候補し、前回北川智勝に敗れた藤田も立候補。 自民党にとっては弔い合戦であったものの、藤田が初当選を果たし、当選局では初めて、タルトこと北川智勝以外の人物が議席を獲得した。自民党にとっては、同時に行われた沖縄県第3区の補欠選挙と、ともに、2010年以降補欠選挙の連勝記録が、追加公認を含めて8で止まり、日本維新の会にとっては、 前身の政党時代を含めて、当選局では、初めての議席獲得となった。第49回衆議院議員総選挙では藤田が、前回補欠選挙よりも、北川新平との差を広げ、比例復活を許さない大差をつけ勝利し、立憲民主党の宇都宮優子と、日本共産党の松尾正都に至っては、教宅金没収に追い込んだ。 第49回衆議院議員総選挙10月31日大阪府第12区時の内閣第1次岸田内閣解散日2021年10月14日公示日2021年10月19日当日有権者数33万9395人最終投票率55.00%第48回衆議院 議員補欠選挙大阪府第12区当日、有権者数、34万2751人、最終投票率 47.、47.00%第48回衆議院議員、総選挙10月22日大阪府第12区時の、内閣、第3次安倍第3次改造内閣解散日、2017年9月28日公示日、2017年10月10日、 当日有権者数、34万4910人。最終投票率 47.、47.50%第47回衆議院議員。総選挙12月14日。大阪府第12区時の内閣。第2次、安倍改造内閣解散日。2014年11月21日公示日。2014年12月2日。 第46回衆議院議員総選挙12月16日大阪府第12区時の内閣野田第3次改造内閣解散日2012年11月16日公示日2012年12月4日第45回衆議院議員総選挙8月30日大阪府第12区時の内閣麻生内閣解散日2009年7月21日公示日 2009年8月18日、第44回衆議院議員総選挙9月11日、大阪府第12区時の内閣、第2次、小泉改造内閣解散日、2005年8月8日、公示日、2005年8月30日第43回衆議院議員、総選挙11月9日、大阪府第12区時の内閣、第1次小泉第2次改造内閣解散日、 2003年10月10日、公示日。2003年10月28日第42回衆議院議員。総選挙6月25日大阪府第12区時の、内閣。第1次、森内閣解散日。2000年6月2日、公示日。2000年6月13日第41回衆議院議員。総選挙10月20日大阪府第12区時の内閣。第1次橋本内閣解散日。 1996年9月27日、工事日、1996年10月8日。ありがとうございます。